どうもこんにちは、黒ネタです。グラビティデイズ2続きをやっていきたいと思います。ということで、前回こちらのジルガパララオにやってまいりました。で、写真とかね、撮れるようになってきましたんでね、まあいろいろ面白いものがあったら撮っていこうかなと思っております。すごい広いね。あ、すごいジャグリングしてる。ちょっとせっかくだから撮っていこうかな。おじさんこっち向いて。おじさん今落としたおじさん落としたよね今。撮影が OK。 まあこんな感じでね、写真が撮れるんでね。さっきおじさん落としたよね。さてと、マップを見てみるか。広いなこれは。おっと、そこか。ストーリーミッション、これなんて読むんだ。水の中の玉木かな。ナビをセットしようか。とりあえず結構遠くだから、まあいろいろとこのジルガパララオの街を見て回りながらでもいいかね。なんだ、まあ、なんか出たような気がする。ああ、名物らっしゃいらっしゃい。ジルガパララオ名物、ラオドリの肉串だ。お、かわいいお嬢ちゃん、アザアザの肉串をどうだい、肉汁たっぷりだぜ。ぐるっと見て回ってからまた来ますね。マジで。え、あ、すごい。あ、でもここ体験版でもあったね。すごい美味しそうなんだよね。お、ごめんなさいよ。あ、この風船持ってるやつはほいごめんなさいね。まあ、あんなことしても誰からも怒られませんのでね。あ、ここでもジャグリングしてる。ジャグリング流行ってんのかな。だ、結構遠くなんだな。広いな。これマップを頭に入れるの大変そうだな。まあ動画外で自由に動けるとこは見て回っておいた方がいいかもしれないね。あ、また風船、大人気だね。子供風船もらっちゃって、その風船をひどいことをした気がするけどな。さあ向こうだね、行こう。よいしょ。いやー、結構広いよ。一旦その辺に着地したいな。上でいいか。よいしょよいしょ。おお、ほい、オッケー。いやー広いね本当に。よいしょ。そこにいるのか。結構人巻き込んじゃうんだよな。あと 50m 切った。そこか。あれ、ボゴじゃん。始める。嘘嘘、足りないわけがない。さあもう一度。あ、これ体験版であったな。6つ7つ、8つ邪魔しちゃダメだよね。9つ。そう、また変わった。そんな、あ、お前勝手に数を足すんじゃねえよ。今ものすごく大事なことやってんだよ僕は。私が汗水垂らして集めた鉱石でしょ。どうやってどこに持っていくのか気になるんだけど。ボーゴめんどくせえっつったな。ん、ボーゴよ。ボーゴすん、ボーゴすんよ、間に合うか。ただいま最終検品を進めておりますので、間もなく終わりますので。うむ、ノロノロするな、急げ。レクズン、はあ、お前ごとき商人、代わりはいくらでも。はは、おかしいんだよ、どうしても足りないんだよな。どうしよう。ラフェ、足りないって何が。ドゥワ、はあ、言うなよ、絶対に秘密だぞ。うん、まあ言うなよって言われると言いたくなるよね。うえー、エピソード5、水の中の玉木で合ってんのかな。ドゥレイソン、お、玉
足りぬと。下の粘膜かかるうちにこいつ。先ほど俺も確認したところ確かに、兄上申し訳ありません。俺が確認に立ち会うべきでした。これは寸紹介、あ、寸紹介か。だけの損失ではない。ひで我々バング集落の、存続に関わる問題だ。なんか、チャラいな。はい、皆さん、ちょっといいかな。入校の時に、試し撮りしたものなんだけどね。これは、何か心当たりがあるのか？うん。恐れる百本足の仕業かと。この辺りを荒らしている盗賊団だ。やつは必ず体のどこかに百本足の模様を身につけていると。ダメだよ。よりにもよって総統府への納刀品を狙いやがって。申し訳ありません兄上、俺が警備の役目を負うべきでした。ウィリー、過ぎ去ったことを悔いて時を無駄に失うよりも無意にか、優先すべきではないか。そうだね、取り返さないとね。そうだそうだ、リダの言う通りだ。こいつ乗っかるだけ。本当だよ、反省してくれよ。やっと奪い返す。でもどうやって、ほん、模様を身につけた不審人物を見かけた者がいないか、みんなで手分けして情報を集めよう。まずはそれからだ。まあ、こんだけ人がいれば見てる人いるでしょう。うん、お前はこれを持て。なんだ、あ、写真か。その写真を使い恐れる百本足の情報を集めてこい。了解だ。うん、写真を見せたい人に近づき三角で写真を見せて聞き込みができますと。あ、なるほど。あ、で、タッチパッドを押し込むと写真を大きくして見ることができます。はい。写真を見せる。あ、こうやって？ん？てん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 。うん。うん。あ、そのようにして情報を集めろと。十セ。オッケー。セ、セイ。セイ。仮に間に合わなければ？あ、俺たちにも迷惑来るんだな。迷惑来るっておかしいね。まあ、迷惑受けると。ふざけている暇はないぞ、早く行け。OK です。これは手当たり次第でいいのかな？おじさん。見て。あ。そうなの。見てくれないんだな。おじさん。あ、お、見てくれた？向こう？え、向こう、ちょっと雑じゃない？まあこっちの方みたいだから行きましょうか。見て。お、こいつら見たことある、たまに市場で見るよ。ほう、気になってたんだよな、かっこいいよな。足いっぱい生えてて気持ち悪くない？いや、それより市場のどの辺で見たの？噴水前。オッケー、ありがとう。向こうか。オッケー、ありがとうよ。噴水前か。あ、入り組んでるなこの辺。ここ行けるのか。あ、ちょ、さすがに。お、結構あるじゃない。あと見つけた。よいしょ。はい、取っていきましょうね、大事だからね。これ向こうってことはあっちか。行くぜ。いやー、人探しても大変だよ。よいしょ。よし。お、向こうにもあるね。取っておきたいな。よし、ちょうだいな。よし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 、これは取り切れるかな。おお、すごいとこいるな。よし、よいし
あ、ちょっとゲージがない。よいしょ、痛い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 。このゲージを伸ばしたいね。前作とかだとこのゲージ伸ばせた気がするんだけど。よいしょ、ん？多分この辺りだよね。よし、探してみよう。よいしょ、見てください。重心？うん、あっ、あ、酒場で見かける。酒場？まあそんなにマップ覚えてないんだからさ、お店の人知ってるかな。向けてる方向違くない？酒場、酒場ってどこだよ。写真を見てほしい。ピンクの日よけのお店、ありがとう。ピンクの日よけ、あれか、これかな。どうだ、悪いけど見たことないわね。あれ、そうですか、お手数をおかけ。ん、ちょっと待って、この模様って百本足、これムカデか。はい、恐れるムカデだよね。ご存知なんですか。ちょっと前にね、うちの常連さんから噂を聞いたのよ。あら、最近港や市場を調子に乗って荒らしてる奴らがいるって。そいつらのことをムカデって呼んでたのよね。で、その常連さんも結局ごっそり、荷物をもやられちゃって、積み荷だね、読めてないね。それから全然お店に顔を見せなくなっちゃったの。宝石を買ってくれるって約束してたのにな。言いたくないけど、金の切れ目が縁の切れ目って本当よね。やっと、あ、お手数おかけしました。もう他の世界って厳しいですからね。情報がなくなってしまったな。お前ら知らないか。おじゅん、酒場で見かける、これじゃないのかな。他に情報持ってるやついないかい。あの中か、入れるとか、入れる、入れねえわ。うぬぬぬぬ、これは結構めんどくさそうだな。どうだ、酒場、ここ以外ってこと。マップに出てる、んなことはないね。もう一回聞くとか、ちょっと違う酒場。あ、ごめんなさいよ。ごめんなさいね。だよね。日よけのお店ありがとう。それしか言ってくんないんだよな。でも日よけこれだよね。でも言ってもさ、あれ、全然いないけど。さっきの会話でなんか情報出てたかな。そいつらうちの店でたまに見る顔だな。おっと、本当ですか。あの人たちのことを何でもいいから教えてほしいんです。確か一番安い合成酒を飲みながら毎日暗い空を見上げて暮らすのはうんざりだって愚痴ってたからな。レイ・エルゴーナの住人かもしれんな。あそこはいつも暗いんだ。レイ・エルゴーナ、それどこだか教えてもらえますか。一番下層にあるのさ。うんと下の方へ行ってみりゃわかるぜ。下の方、下の方、すごい下だな。まあ行ってみましょうか。どの辺から行こうかな。仮想ってそこ結構下じゃない。
え、これ雲の下？え、行っていいのこれ？行ける？うわ、暗。あ、ここ今あるんだ。すごい。いや、これ本当に広いな。あー、落ちていく。あ、暗。すげえ暗い。よいしょ。暗すぎない？で、確かに汚いよね。また聞き込みか。いて。お、豚。豚がいる。豚に見せる。まあそりゃ無反応だよね。あっつ、タイミングが。写真が見てほしい。あら、知らないか。あ、犬がいるね。この子供は知らないかな。あー、知らない。あなたはどうですか。あ、知らない。あー、いや、広いな。こいつらだったら。え、知らない。あれ、誰も知らないね。なんだ、黒い服の可愛いお姉ちゃん。今白いけどね。なんか呼ばれたぞ。私かな、私のこと呼んだ。うん、行かれる。100本足探してるでしょ。あれ、やっぱ、うん、100本足で合ってんの。私のお姉ちゃん、100本足がどこにいるか知ってるよ。え、教えてくれ。お姉ちゃんに聞いてみて。あっちにいるから。あっち？あ、また遠くにいますな。はい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 。よいしょ。OK。この人？話しかける。あの、行かれる、これムカデでいいと思うんだけどな。居場所知ってますか？そこ？地下。ありがとうございます。近いね。急に近いな。よいしょ。うん、こいつらとか。あ、攻撃いる。あ、ごめんなさいよ。てめえ何のつもりだ。ちょっとつらかせ。あ、しまった。ん、うん。あ、なるほど、見つからずに行けっていう、そういうやつか。しまった、普通に攻撃しちゃったな。あ、なるほどね。見失っちゃった。あー、なるほど、気づかれないようにあと追尾しろってことか。これ前作にもあったな、そういうことか。よいしょ。まだ見えてるぞ。お前はいいんだよね。振り向いたりしない？大丈夫？うん、大丈夫かな。あ、気のせいか。危ね。15メートルぐらい。ああ、もうちょっと離れたのいいのか。あいつ何やってんだ。あ、向こう行った。危ねえよ、そこの壁まで。ささ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 。いや、緊張すんな。ごめんなさいよ。結構入り組んでんだよな。どこに行こうとしてるんだい。下？この上だったらバレないんじゃない。あ、危ね、危ね、あっつ。すごいとこ行くね。この一本見てちょっと危険だな。振り返りそう。んで、そっちか。危ない。関係ないですよ。関係ないですよ。俺は関係ないですよ。関係ないですよ。
危ねえ、危ねえ、危ねえ、結構危なかったぞ今のは。どこか大事なところに向かってるのかな。お、ちょ、遠い。ちょっとここ隠れるところがないんだけど、そーっと行こうね。うん、重要だ。あ、見失っちゃう。この距離ダメか。壁とかで遮られちゃうとやっぱ見失っちゃうんだね。だったらここだったら、あ、ちょ、目立つ。ん？最近調子はどうだ？あ、話してるのか。なんだ？やつの味方？ってか仲間か。ん？あ、いた。仲良さそうだったけど。窃盗団のこと知らないの？確かに。あの人は泥棒ですよって教えてあげたい。全員見て見ぬふりしてんじゃねえかな、遠い。下に降りてくね。どんどん下に行くね。どんどん人気がいないところに行ってるな。あぶね。見てませんよ。ただいるだけですよ。白い可愛い子がいるだけですよ。よーし。さ。もうちょいいけるか。よし。確かに隠れ家とかありそうだな。さ。ちょっと近いかな。さ。どこに行こうとしてるんだ。入り組んでるな。ほう。ちょっと広いとこ出たね。また話してるな。油断してる今なら。え、あ、なんだ。ロード入りましたよ。ここがあいつらの隠れ家。あ、なんだてめえ。囲まれた。まずいんじゃないか。おい、てめえ何者だ。何が目的で俺たちを調べてやがる。まずい。のこのこ罠に引っかかりやがって、頭よくねみたいだな。おっと、気づいてたか。まさかさっきの人たちみんなこいつらの仲間？こっちにとっては、好都合だけどな。おい、早く目的を言えよ。怖くて口も聞けねえのか？あ？偉そうに。全部ゲロすれば痛みは勘弁してやるぜ、お嬢ちゃんよ。誰がお嬢さんだ。舐められてる。こいつら泥棒のくせに偉そうに。あのね、痛い目に遭うのはそっちの方かもよ。はぁ？お、戦うの？オッケー。この野郎、隠れてるのは性に合わねえんだ、この野郎。オッケー。急にバトルが始まったな。数が多いな。よし。なんか重力スローいける？あ、いけそう。あ、人を吹っ飛ばせるわ。倒れた人を吹っ飛ばして、ほい。ほい。おい、どうした？さっきまでの人はどうした？ん？離れろ。いた。え？帰れ。金持ちの犬は出ていけ。あれ？泥棒目。え？何のことだ。鼻血出てるよ。泥棒はこいつらだよ。ムカデアはよ、金持ちから奪ったものを俺らに分けてくれてるんだ。これは俺らのもんだ。あー、なるほど。ネズミ小僧みたいなもんか。わしらはな、盗む以外に食いぶちを得る方法はないんだ。そういう定めだ。生きていくには何だってやるさ。母ちゃん腹減った。今日飯食える？そんな。略奪行為をやめ、直ちに降伏せよ。
さもなくば実力を行使する。ラウィ、見ろ、それで繰り返す、直ちに降伏せよ。ん、投降か。お、なんだなんだなんだ、銃なんか持ち出して、ちょっと穏やかではないぞ。あ、戦うの、よいしょ。危ね、お前銃使うなよ、浮かせて、よいしょ。あれは違うわ、ここの人だわ、よいしょ浮かせて、よいしょ。増えたぞ、ちょっと、よいしょ。あ、いてててて、浮かせて、ほい、よいしょ。ちょっと痛い、回復して、浮かせて、よいしょ。どんどんこっち行ってんのか、よし、よいしょ。で、お前か、この野郎、やめなさい。何か音がするような、おお、よし、あ、痛い、お前ら浮かせて、ほい、よし。おお、なんかミサイル攻撃、いで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 、飛んでけ、飛んでけ、オッケー。これやめなさい、銃なんか使うんじゃないこの野郎、こうなったらこいつらの味方をするしかない。おお、撤退、よし、帰れ帰れ。やったぞ、軍のやつらが撤退していくぞ。まさかあいつらのあんな姿を見れるなんて。胸がスッとするね。おお、ジョーちゃん、助けてくれてありがとな。あんなの黙って見てられないもん。それに私の方こそ誤解しててごめんなさい。寸商会の荷物を盗んだのは俺たちじゃ、あ、俺たちだ、あ、そうなんだ、誤解っていうわけじゃない、あ、むしろいろいろわけがあるんでしょ、もしよかったら話を聞かせてくれないかな。オロラビマブレイエシジュドゥエプラスクワブフエリラビモアブチュア。貧しい者たちにとっては救い主の義賊であり、平和を維持するための、留置軍か。卑劣な制圧者という事実。はは。実はですね。今回ちょっとばかりこういうものですね。まあ多少時間が押したかもしれませんが、時間が狂うということもあるからな。よし。暗領書を発行しよう。あ、読めないな。受領書かな。クソ野郎が。で、すごい鉱石がこんなに。母ちゃん、これで飯食べられる？まあちょっといいことをしましたね。こうするのが一番だよね。ちょっともったいなかったけど。今回もギリギリというところか、税が上がったせいで支出が増えてるからな。あのキトゥンの鉱石あげちゃったの？全部？まあ採掘すればいいだけだし。キトゥンは強くて優しいね。いやー、こう、ん？後先考えてないだけだろ。お前に言われたくないわ。私思うんだけど、そもそもバンガにしろ、あの人たちにしろ、なんでみんな我慢してるの？自分たちだけ厳しい命令されて大変なことばっかり。僕だってここでは腹ペコペコ、腹じゃねえや。頭ペコペコ下げまくりだした。おかしいことはおかしいって言わないとダメだと思う。うん。一つでも持ってたのが、やっぱりお前ってとんでもなくバカだな。お前に言われたくねっつうの。僕の言うことも一理ある。今日生き抜くことが、本来他人に施しを与えている余裕はない。そうかもしんないけどさ。だってラオの民は誇り高い民だったんでしょ？こんな生活続けて悔しくないの？お前に何がわかる？誇りで民の腹を満たすことはできぬ。
抗えばその代償としてさらなる制圧が生まれるのだ。圧力だね。読めてませんね。なんか闇が深そうですね。人生に耐えるのか、目の前の現実とそれに対し、理念を漂わせる大人たちに、その時の私はただ、憤りかな？覚えるばかりだった。ほう。いつかこの時が来ることは分かっていた。時の流れというものはいつも残酷だな。何かあったの？暗い顔してるね。漫画集落の重力機関部に、あら、故障が発見された。新たに部品を買い直し修理をせねば、また出費がかさむ。それって時間かかりそう。一度全部の部品を解体し、あらららら、磨き直す必要があるからな。そりゃ面倒だね。じゃあ私たちもっとこの街にいられるってことだよね。私まだまだ見て回りたいところいっぱいあるんだ。よいか、我の言うことをよく聞け。調子に乗って勝手なことはするなよ。とにかくおとなしくしていろ。ここで騒動を起こされると、いろいろと面倒だ。返事。はい、わかりました。おとなしくしてます。まあ、おとなしくなんかしませんけどね。はい。ということで、お時間いいですね。今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。まあ、しばらく、ジルガ・パララオにいることができるみたいなので、まあ、いろいろ回ってね、まあ、ストーリーミッションもあると思うし、面白いことがあったらやっていこうかなと思います。次回もぜひ見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。